はい、トールチャンネルです。今回はですね、前回の続きでちょっと今岡山のね、津山をドライブしてるんで、その続きになるんですけど、ちょうどその前回その車のプチリニューアルの進捗状況をね、ちょっとお話しさせてもらったんですけど、といったところの続きですね。はい。津山を走ってるのかというと、ちょっとね、鳥取の方までね、ドライブに出かけてて、ちょっと鳥取から今降りてきて、津山降りてきてって、南に下ってっていうんですけど、津山って感じですね。レーンがないんですね、ここね。なんかすごい強引な行き方をしましたけど。珍しいですね、こういう、なんていうんですか、中央分離帯で区切られてる道って大体こういうとこは右折専用レーンとかあるんですけどね。先週半年ごとのメンテナンスパックに入ってるんですけど、それの点検に入庫してたんですけど、 GT ウィングつけたロードスターがありますね。かっこいい。
車種が何だったかまで見れなかったですね。これを右折ですね。違うし、なだったらまあ普通にね生活してるだけでも。レベル3レーダー式取り締まりエリアですよ。スピードに注意しましょうね。レーダー式取り締まりエリアですよ。スピードに注意しましょうね。普通に生活してるんだ、まあ平日普通に会社行ってとかっていうことですね。しててもまあ1、2台は必ずすれ違うんで、やっぱり私が住んでる近郊はやっぱりそのワークスとか RS 率が高いんですかねっていうことが言いたいですね。今日もねずっとね300キロぐらい走ってるんですけど、走ってる時はすれ違わなくて、まあちょっとコンビニで休憩してる時に2台ほど見たぐらいですよね。でもあれですね、最近徐々にではありますけど、ヤリスをよく見るようになってきましたね。後ろ見たら分かりますよね。後ろのリアライトの部分がまあ黒いですよね。取締エリア外になりましたよ。車もヤリスですよね、これですよね。あとはそうですね、目につく車って言ったらその
前までねカローラスポーツがいいなって見てたんですけど、最近バンでしたっけ、長いやつ、あのカローラのあのカローラツーリングでしたっけ、あれをよく見ますよね。カローラ側で後ろを振ってみたら、あ長いみたいな感じ。ついてましたね。なんか今コンバインにあのパラソルがついてたんですけど、あの稲刈りする機械ですよね。からまあ 2,3 週間経つと思うんですけど、地元のねあのスタンドの価格は変わってないんで、まあ予想はどうなのか知らないですけど、さっきそのまあ岡山を見てる分には127円ぐらいなんで、まあまあまあそれなりですかね。
のどんよりした天気ですね。いつもこういう時期のね、あの服装は結構まあ暑くなった時用に合わせて、今もねほぼほぼ真夏と変わらない格好してるんですけど、朝は寒くて結構ね昼間とか30度ぐらいまで今日も上がってたんで、こんなどんよりした天気ですけど、本当になんていうんですかね、薄手の長袖を着る期間っていうのが減ってますよね。なんか秋とか春っぽい気候っていうんですかが減ってますよね、絶対に。ということで、今回ちょっと長くなったんですけど、この辺で終了したいと思います。すいません、ちょっとグダグダになってしまったんですけど、はい、ということでご視聴ありがとうございました。